グスタフ・アドルフ・シューアは、ドイツ、ビーデリッツ出身の元自転車競技選手、元政治家。愛称は、テーフェ・シューア。世界選手権自転車競技大会、アマコ人、ロードレース優勝2回、ピースレース総合優勝2回の実績を誇るな、レーサー。ピースレースでは、東ドイツ選手として、初めて優勝を果たした。また、1956年メルボルンオリンピックでは、 団体ロードレースで銅メダル、1960年ローマオリンピックでは団体タイムトライアルで銀メダルを獲得。さらに、1953年から1961年まで東ドイツ年間最優秀選手賞を受賞している。また、実施のヤンシューアは、1988年ソウルオリンピック団体タイムトライアルで金メダルを獲得し、 親子ともども、オリンピックのメダリストとなった。一方、現役レーサー時代の1959年から1990年まで、ドイツ社会主義統一党の議員として、東ドイツ人民議会で活動し、東西両ドイツが統一された後も、社会主義統一党の後継政党である民主社会党に参加。1998年から2002年まで、同党の議員として、 ドイツ連邦議会で活動した。1951年、1953年、1954年、1955年、1956年、1957年、1958年、1959年、1960年、1961年。ありがとうございます。